こんにちは、ライムです。ということで、ハーフアニバーサリー7週連続リミットブレイクキャンペーン決定。果たして何が起こるのか、1週から7週目までライムの予想願望解説。はい、この動画はですね、まあ半分ぐらい、一応公式さんの、どういうねイベントが 今後7週間にわたってやるかっていうところ発表されてるんだけど、まあ、完全には分かってない部分もあったりするんで、ちょっとその辺分からない部分を僕のまあ予想とか、それから願望で埋めていくという形でリミットブレイクキャンペーン7週間埋めてみよう。一つずつちょっとその話していこうと思うんですけど、でそもそもこの7週連続リミットブレイクキャンペーンって何なのっていう話は、まあその名の通りというか、その名の通りですね。この、今回ハーフアニバーサリー7週連続でやるってことは、以前の僕の動画でもお話し、した通りなんですけど、今週を皮切りにですね、木曜日切り替えでどんどん新しいキャンペーン、新しいイベント、新しいガチャっていう風に、まあ、切り替わっていくっていうことです。はい。で、その中で、すでにね、画像の通りですね、1週目、ハーフアニバーサリーイベント開催、2週目、3週目、4週目みたいな形で出ているんですけど、歯抜けの部分多いよね。はい。まあもちろん運営さんももったいぶってるっていう感じはあるので、まあここをね、ちょっと僕なりの予想で埋めていこうかなと思うんです。で、まず1つ目から見ていくと、1週目、もうすでに始まっておりますが、ハーフアニバーサリーイベント、開幕しました。で、新しいガチャ、リミットブレイクガチャということで、クラウドとグレンが実装されました。でその他イベント、プロジェクトゼロの名脈とか、あと様々なねキャンペーン、昨日動画アップした内容で始まったということで、ポイントとしては来週からですね、こっからが、まあ、未知のゾーンに入っていくわけですが、3月14日武器レベル上限解放、まあこれはまず書いてある通りだね、これがやってくるということ。それからこの武器レベル上限解放に合わせて、多分ミスリルの上の素材が多分実装されるんじゃないかなと思うんですよね。多分またミスリルで解放する感じじゃなくて、多分僕の推測では別素材ってことになるのかな。もうミスリルの上なんで、例えばオリハルコンとかそういった感じの、まあ、新しい素材で、レベル今のところ彼の90レベルなんで、90から100レベルだよね。91から100か。100レベルまでの解放ということになると。で、多分、そのステータスは上がると思うんだけど、アビリティは変わんないんじゃないかなと思う。特になんか、アビリティとかね、そういう特殊効果がつくとか、そういったことがおそらくなくて、単純にステータスが上がるぐらいかなとは思ってるんですけど、まあ、これまた本当に実装されてみないと何とも分かんないところなんですけどね。一応まず、武器レベルの上限解放があるということ。っていうことで、まあ、ますます無課金税とその課金税の差が開くんじゃないかなと。多分そのね、新しい素材についても、おそらくミスリル以上に絞った形の配布になると思うんで、まあ、それがイベントの交換所なのか、まあ、あるいは特定のね、ログインなのか、課金限定なのか分かりませんけど、まあ、おそらく、イベントの交換所とかにまずは入ってくるのかなっていうイメージではあるんですけど。で、あと、2週目に関しては、〇〇〇〇追加って書いてあるんだよね。この4文字の部分。〇〇〇〇追加が、多分、新召喚獣追加だと思ってんだよね。この4文字。おそらく。絵柄的にイフリートとバハムートの絵が載ってるので、これ絶対イフリートとバハムートだと思うんですよ。ということで、おそらく召喚獣イフリートと、あとバハムートのレベル上限解放、今現状のなんかもう最近キャラのリミットブレイクの方が単純な倍率で言えば高くなっちゃってるみたいなところがあるんで、まあ、それに際してイフリートとバハムートのレベルを上限解放して倍率をさらに高くしようっていうことだと思う。で、それに合わせてですね、おそらく新しいクエストが追加されるのか、あるいはなんかイフリートとかバハムートの別種?亜種というか、
イフリートなんちゃらとかバハムートなんちゃらみたいなのが追加されるのか、あるいは単純にイフリートのさらに難易度の高い EX イフリートとかバハムートのさらに EX 次ハハかなハ EX ハ1が追加されるとかね、そういった可能性も全然あるんで、まあ多分その辺だと思うんですよ。いずれにしても多分新しい召喚獣のバトルが追加されて上限解放だね。まあそろそろ頃合いかなとも思っていたので、まあいいんじゃないかなと思う、おそらく。で多分ダンジョンランキングもあると思うんだよね。本当であればもう金曜日あたり今日あたりにダンジョンランキング来てもおかしくなかったんだけど、なんかハーフアニバーサリーイベントのこの7週連続のイベントっていう風にかこつけてやってるんで、おそらくやるタイミングとしては今週やらなかったってことはもう来週かなって思ってんだよね。ちょっとそれを来週超えてしまうと遅いよね、タイミングとしては。いつもこれぐらいの時期にダンジョンランキング始まってるので、はい、多分来週3月14日からダンジョンランキング、風弱点とあと無属性有効みたいな的な感じで出てくると思うんですよね。これ逃しちゃうと本当わかんないタイミングが。はい、で3番目というか3週目だね。3週目に関しては、まあこの間の性能評価動画でも言ったんですけど、次のガチャはザックスと、それからセフィロスが来るよって話をしたんですけど、ここで追加ですね。ハーフアニバーサリーイベントのストーリー追加後半だね。後半追加されて、そのタイミングでザックスとセフィロスも一緒に追加されるっていう感じだと思う。もちろんイベントも追加されるから、新しい配布武器っていうのも、まあ、ここで追加されるのかなというところだね。はい、まあここはそこだけ、そんだけかな。で4週目だね。4週目が3月の28日月末か、月末なんで新イベント追加、多分スコアバトル系、強化応援キャンペーンとかバレンタインの時みたいなスコアバトル系のものか、あるいは強敵襲来、なんか最近あんま来てなかったと思うんで、強敵襲来あたりが来てもおかしくないのかなって思ってます。まあ誰が実装されるかわかんないけど、うん、まあ多分どっちかかなって思ってます。で、5番目、5週目だね。5週目に関しては4月の4日から、もうこれはもう新チャプター公開っていうところまで書いてあるんだけど、あと最近ね全然来てないキャラのレベル上限解放、もう多分このあたりのタイミングで来るんじゃないかなって思ってるんですよね。これが4週目か5週目あたりだと僕は勝手に期待してるんだけど、だからレベル75までの解放ってことになるのかな。うわ、来てもおかしくないし、であとこのタイミングだね、月初、月初のタイミングでエアリスとマットのガチャが来るんじゃないかなって思ってます。これは別にこのキャラにあんまりその対はないけどね、対はないけど、おそらくうん、そんな感じかな。レッド13が先月新しいウェアとかね、そういったもの実装されたりとか、あとティファも新しいウェアが実装されてるってことを考えると、まあな、順番で言えばね、単純な順番で言えばエアリスとマットあたりが結構濃厚かなって思ってるんで、このあたり来そうだなっていう、まあこれ完全に予想ね。であと6週目、4月の11日から新召喚獣追加、これ6週目の伏せ字が6文字なんだよね。6文字で書いてあるんで、まあ単純に召喚獣の名前かもしんないけど、まあ僕はこの6文字に新召喚獣追加を入れた。わかんないけどね。で、一応多分追加されるとしたらリヴァイアさんとか、あのもうセブンリメイクとか リバースで追加されてる召喚獣だと思うんだよね。ってなるとあんまり数多くないんですけど、まあリヴァイアさんかな。まあワンチャンデブチョコボの可能性もあるから、6文字で。6文字でデブチョコボもある。ちょっとまあこのタイ、わざわざバハムートの後にデブチョコボ追加するかっていうことを考えると、リヴァイアさんで、あとクジャタとかもいるんだけど、クジャタはちょっと4文字だからね。まあわかんないけど、ね、さっき言ったその新召喚獣追加でこの伏せ字を使うのであれば、クジャタの可能性もあるし。うん、まあ、でもね、順当に行けばリヴァイアさんかなって、流れで言えば、になるのかなと思うので、まあここは、おそらく、あっ
ってると思うんだよね。で、あと、ダンジョンランキングだね。これが4月分のダンジョンランキングだ。多分、だから3月に出たガチャの属性が弱点になると思うので、今のところクラウドが霊属性で、グレンが水属性で、多分ザックスとセフィロスがまたそれぞれ違う属性になると思うんだよね。まあ物理なのか魔法なのかまた分かんないけど、もしかしたら多分魔法の可能性高そうかなと思ってんだけど、うん、だから残りの4属性、土属性、炎属性、雷属性、風属性の残りの4つのうちの2つが、割り振り当てられると考えると、おそらくダンジョンランキング、4月のダンジョンランキングについては4属性弱点、まあなんだったらもう全属性弱点みたいな、それぞれ違う弱点の敵がそれぞれいたりするよみたいなパターンかもしれないし、まあでもダンジョンランキングのボスの数考えたら、まあ4属性弱点で間違いないか、多分そんな感じになると思う。結構珍しいタイプの、それぞれ弱点が違うボスが出てくるタイプかなって思ってる。で、あと最後の7週目、4月の18日からですね、新コンテンツ、これ絵柄がですね、ハイウィンドの絵が描いてあるんだよね、明らかに。これハイウィンドだと思うんでね、FF7 やった方ならわかるかなと思うんですけど、多分ハイウィンドで、ちょうどしかも4文字だから、多分新コンテンツだと思う。ハイウィンドを使ったイベント、コンテンツになってくるのかな。で、一番その怪しいもので言うと、前々から、まあ、要望として大きかったギルドコンテンツかな。あとパーティー単位のレイドバトルとか、そんな感じのもの。ギルドコンテンツってはこのゲームから初めてスマホやったって人も いるよね、そういえばね。いるからギルドコンテンツって なんぞやって思ってる方結構いると思うので、お話しすると、スマホゲーって結構いろんなゲームでギルドっていうシステムがあって、例えば、うん、ユーザー30人ぐらいでグループを作って、その中でチャットとかね、ギルドチャットとか、ギル、まあ、いわゆるギルメンだよね、ギルドメンバー、ギルメンの方たちと交流しながら特定のコンテンツを一緒に遊ぶっていうものだね。例えば、これが RPG なんで、例えばギルドメンバーと一緒に同じボスを戦うとかね。おそらく、今までだったら3人ずつのバトルだったんですけど、例えばそのギルドメンバー30人で同じボスを倒すとかね、いわゆるレイドボスだね、レイドボスを倒すとか、そういったコンテンツで、それぞれのギルド別でランキングがあって、ギルドランキングみたいなもので、まあ毎週なんかそれに応じた達成報酬みたいなものをくれるとか、そういった感じのコンテンツが出てくるのかなとか思ってますね、今んとこね。はい、まああるいはさっき言ったように単純にパーティー単位のレイドバトルっていう可能性も全然ある。今のマルチみたいな感じですけど、その全ユーザーで挑むみたいなね、例えば、まあ、全ユーザーは仮になかったとしても30人規模で同じボスをグループ分けされて同じボスを倒す、 A グループ30人 B グループ30人みたいな感じで倒すみたいな、そんな感じのコンテンツの可能性もあるし、なんとも言えません。これについても完全に僕の妄想でしかないのでわかりませんね。はい、でも多分そんな感じかなと思ったら、新しいコンテンツ追加されるのであれば、でガチャ、このタイミングのおそらくガチャが追加されて、多分このギルドとかパーティー複数人で戦う時に有効な武器、今回みたいなパーティー全員にライズアビリティの効果がかかるような全体ぶっ壊アップみたいなものがおそらくここで追加されるのかなって。でガチャの内容は多分ティファとルティアあたりが怪しいかなって思ってます。はい、そんな感じかな。とりあえずこれが僕の今の思い描くハーフアニバーサリーのリミットブレイクキャンペーン7週間なんですけど、どうでしょうか。これ果たして合ってるのかな。これ合ってたら、何かしら合ってたらめちゃめちゃすごくない。何かしら合ってたらすごいよね。2週目の、まあ2週目のあれはまあ召喚獣ほぼ確定だからともかくとして、まあ4週目以降ですか、この辺の予想が当たってたら、ぜひね、
褒めてほしいなって思う。じゃなくてもただ単純に、まあ、こういったことがあるかもしれないよっていうね、まああくまで、これについては、ま、仮に間違ってたとしても僕は一切責任は取れませんので、まあライムがまた妄言吐いてるわとか、それぐらいの認識でいいと思います。とりあえずもうあとは毎週毎週の更新を楽しみにしていきましょう。でまた、まあ、新しいコンテンツであったりとか新しいガチャがね、実装されればまた性能評価動画とか、それから攻略動画とかそういったものもやっていきたいと思いますので、ぜひねよろしくお願いします。あとそれといつも常時ですけどリクエスト動画等もお待ちしておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。はい、といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。